3月29日、松山市の道後温泉周辺で椿巡りウォークが行われました。このイベントは松山市の花である椿に愛着を持ってもらおうと、松山市と伊予椿協会が主催して、椿が見ごろを迎えるこの時期に毎年開いており、今回で5回目となります。この日は抽選で選ばれた松山市内の椿愛好家ら53人が参加。道後温泉別館飛鳥の湯をスタートし、道後公園や伊佐庭神社などを回る4キロほどのコースを歩きました。お茶と椿を交配した種類もあります。茶茶姫というの名前のですね、椿があります。茶茶姫って可愛らしい途中、接ぎ木をして種類を増やしている様子を見たり、椿を読んだ俳句パネルの解説を聞きながら、およそ60種類の椿を鑑賞しました。ある程度こう空いて風が通る、組まないような枝にしておく方が病害虫は少ないんです。で、早期発見、早期防止ですから、そういうふうに、まあ、人間どっちかもしれない。歩き終えて飛鳥の湯に戻ってきた参加者には、記念品として認定証や椿の苗などがプレゼントされました。お友達に誘われて申し込んでくれて、お友達が、はい、それで参加したんです。丁寧な説明でとても良かったです。はい、お天気もいいし、良かったです。雌しべ、雄しべ、それの、いろんな色とか形とか、そこまでちょっと観察してなかったので、これから椿を見るときに色や形だけじゃなくて、そういうところも見たらいいなと思います。いろいろ新しい品種ができてたりして、なんか普段見たことのない椿、そういうふうなのも見れてすごい良かったなと思います。これを機に椿を育ててみようというお気持ちにはなったのは、そうですね、今日これいただいて帰るので、これをまあちょっと育ててみようかなと思います。今日は特にこの飛鳥の湯の周りの植え込みが、伊予椿はよく咲いてたのでびっくりしました。こんな綺麗に咲いたのは初めてなので、もう少し皆さんが椿を大事に身の回りに置いてもらえたらと思ってます。ここ飛鳥の湯には、中庭におよそ200本の椿が植えられているとのことで、間近でさまざまな椿の花をめでることができます。花によって異なる色や形、大きさを見比べ、その違いを楽しんでみてはいかがでしょうか。